視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎週木曜は趣味は読書と言いたい。パクユーが作詞家としてのスキルアップを図るべく、毎週一冊の本を読み、その本についてお話をするという企画です。早速今週の一冊ご紹介したいと思います。今週の一冊はこちらです。じゃん！初恋と不倫、坂本雄二。脚本家の坂本雄二さんの一冊です。この本が発売されたのは2017年7月7日なんですけれども、もともとは舞台作品だったようで、公演記録っていうのが最後の方に書いてあるんですが、2012年に、初演をやっていて、その後2014年にも2回公演をやっていると、そういう作品でございます。初恋をテーマにした、プキの初恋、海老名サービスエリアという作品と、不倫をテーマにした、カラシニコフ不倫海峡という作品。まあ、二つの物語が、半々で入ってるみたいな一冊です。それでは中身についてお話ししていきたいと思います。往復書簡というサブタイトルがついている通り、男女が、手紙もしくはメールのやり取りをする。それが記録されているみたいな、内容になってまして、全部その相手に当てた、交互体の文章で、進んでいくと。会話で進んでいくっていう感じになってました。まあ不倫の初恋、海老名サービスエリアっていう物語と、カラシニコフ不倫海峡物語、どちらの物語にも、男と女が出てくるわけなんですけども、その4人がね、揃いも揃って、頭おかしいんですよ。かなり最古な感じのキャラクターで、ちょっとね、常軌を逸してるというか、まあ、それぞれ結末も、あーっていう感じの結末になっちゃうんですけど、常軌を逸したキャラクターでありながらも、実はみんな心の中にこういう自分って持ってるよね、こういう自分住んでるよねみたいなところをなんかこう拡大していったキャラクターみたいな感じで、なんか人事とは思えない、そういう物語でしたね。でこの帯にも小泉今日子さんがこんな感じで言葉を寄せてるんですが、ああ胸が痛い、他人事ではなくまるで自分の過去の記憶みたいにゾワゾワ胸が痛くて気がおかしくなりそう、坂本雄二さんが書く会話の凄さに改めて驚くっていう風に書いてあるんですけども、まあもうまさにこの通りっていうか、この企画、作詞家としてのスキルアップを図るべくという名目で始めた企画なんですけど、まあ、今まで読んできた本って、まあ、活字になれるであったり、有名な音楽家の書籍で、いろんなこう情報を知るみたいなことであったり、まあ、間接的にまあ、スキルアップにつながってるのかな、つながってないのかな、わかんないけど、みたいな、そういった作品ばかりだったんですが、この一冊は、今までで一番直接的に、作詞に影響しそうな、本だなっていうふうに思いました。で、なぜ今回坂本雄二さんの本を選んだかっていうと、先週、こちとらじばらじゃ、そして楽曲分析で取り上げた、松たか子さんと、すごく、縁の深い方で、松たか子さんの作品の作詞もしてたりするんですね。まあそういった関連で、今回選んでみたんですけれども、まあすごく、物語楽しめましたし、作詞っていう部分に直結するような、なんかインスピレーションみたいなものをたくさん、もらえたような気がして、今回この本選んでよかったなっていうふうに思いました。ぜひね、これもね、僕やっぱり未だに、ページ数気にしちゃうんですけれども、180ページちょっと、しかも、ずっと会話で構成されてるんで、これもスルッと読めちゃいます。ぜひぜひ、気になった方は読んでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。